はい、どうも、ブラリです。久しぶりのおもちゃ紹介動画。今日開封していくのは、こちら。HWJ ランブラーの、メカニックビースト、メカブルドッグです。ビーン。でね、ちょっとこちらを開封する前にご報告がありまして、実は、これを購入するにあたって、詐欺に遭いました。まあ、詐欺に遭ったといってもね、こちらのメーカーさんではなくて、個人経営の通販サイトなんですけれども、ちょっとこれはお店で見て、もうちょっと欲しくてしょうがない、ダーッと探してたら、安い。そして、送料もタダっていうところを見つけて、お店の名前がね、まあ、いかにもちょっと、逆にこう、人を不安にさせるような店名なんですけれども、で、サイトはまあまあよくできてたんですけど、ところどころちょっと変な表記であったりとか、あと、そう、例えば、現金振り込みにしたんですけども、送金先のお名前が、ちょっと外国の方のお名前っぽかったりとかですね。まあ、怪しいさ、満点だったんですけども、こちらのおもちゃ、中国製なんですね。なんで、もしかしたら、その中国から、まあ、直輸入して、まあ、安くできるのかなっていうのを、すごくちょっといい方に捉えてしまいまして、ポチッとしまして、現金を振り込みしまして、それでね、ちょっと1週間2週間実は忘れてたんですけども、あれそういや俺買ったよなと。買ったけど、送られてこない。送られてこないし、連絡もないと思って、メールを送りました。でもそれに対しても返信がないと。あれ？そういやちょっと、サイトも怪しかったし、これはもしやと思って、調べてみましたら、むちゃくちゃこうヒットする、詐欺サイトと。いうことでですね、やられちゃいました。ね、こちらのメーカーさん関係ないですし、で、しかも、その、まあ、まあ、一般的にあるような名前なんですけれども、まあ、で、しかもサイトもよくできてたんですが、多分どっかのサイトをパクってきて、その中にこう、リストに加えたみたいな、そんな感じだと思うんですよね。で、まあ、腹立たしいのは、まあ、数千、詐欺られた。いうことと、あとはやっぱり自分の個人情報を、まあ、抜かれまして、どこかのサイトで自分の名前が使われた、詐欺店舗みたいなのがこう出てくると、本当腹立つなと思って、ちょっとね、警察にも相談してみようかななんて、思っちゃったりしながらも、そう、店頭で見てね、すごいいいな、欲しいなと思って、で、ちょっと購入意欲がこう高まってきたところに、詐欺に遭いまして、一気にこうトーンがダウンして、もうちょっと買うのやめようって思ってたんですけど、ちょっと1週間2週間してきてやっぱり欲しいと。で、Amazon を見たらちょっとまあまあ安く出てたし、プライム会員送料無料ということでですね、ちょっとポチりました。ちゃんと2日後に到着いたしました。前置きは長くなりましたが、こちらの方ですね、開けていきたいなと思います。じゃあね、早速開封していきます。ここがね、かっこいいんですよね。ランブラーメカニカルビーストね、かわいいブルドッグ、まあフレンチブルドッグですよね。はい、でこういうちょっとね、なんて書いてあるかわかんないですけど、秘物会、これランブラーって読むんですかね、すいません、わかんないけど。はい、じゃあ箱の方をね、開けていきましょう。まあ、乾燥剤と、何ですかね。シリアルナンバーかな。じゃあ、こちらです。よいしょ。かっこいいですね。ちょっと金属じゃなさそうですけれども、しっかりいい塗装がなされてます。耳とかは、動かないな。顔とかも、まあ、結構動きそうですけど、可動部分は少なさそうですね。あ、手がちょっと動くか。うん。おお。よ。ここ。
関節こんな感じで動きますね。後ろ足こんな感じで動きます。後ろからお腹ね、ダメクリクリしちゃダメ。今日は、HWJ ランブラー社のメカニックビースト、メカブルドッグを紹介してきました。ご視聴ありがとうございました。